あんなに眠かったのに、午後になったら眠気がなくなった。兄もそういうことをよく言っていたわ。お兄さんってどんな人？一言で言えば、クリエイターね。作っている作品は全て美少女ゲーム。趣味も美少女ゲーム。美少女ゲームに全てを捧げた人間よ。それは、壮絶な。ゲーム制作のこと以外に無頓着すぎるけど。優しくて、まっすぐで、尊敬できる兄よ。私が小さい頃からよく話題作をプレイさせてくれたわ。もちろんプレイさせてくれたのは移植された一般作だけど。なるほど、いろいろ安心した。おかげで今では私もすっかり美少女ゲーム大好きになったわ。ブンタがブンタオブザデッドになってる。また徹夜しちゃったの？ああ、脳細胞が沸騰してる感じがずる。どうして学校来たの？親出張中で休むの大変でさ。徹夜苦手とか言ってたのに持つの？やばい、授業中に絶対に沈む。貴様、私の授業で寝るか？高学心のないクズも。すいません。ブンタ、食券買いに行こう。いや、少しでも寝る。昼はかけそばでいいし。どうしてあれほど俺は眠たかったんだ？徹夜を一度二度してもケロッとしている。そう来なくちゃ。私のチームは徹夜の強さが求められるのよ。絶対効率は落ちてるけどね。うどうとしてる時間長いし。にしても腹が減りすぎている。今から行ったら？食券残ってないよ。楽曲くらい？授業開始5分前よ。じゃあジュース、濃いめのやつ。いや無理だろ、腹ごまかされんだろ。じゃあパン1個買う？おやつ用に買ったんだけど。買う！やはりゲームで徹夜をしたとか。そうなんだ、また新しいやつを始めたんだ。今度は紀元100年くらいのローマを舞台にした歴史ものでさ。美少女ゲームに歴史ものなんてあるの？少ないけどあるわ。今でこそ学園ラブコメ全盛期だけれど、以前は何でもありの業界だったから。北条くんが遊んだそのヒスパナというソフトも兄のメーカーからリリースされたものよ。あれお兄さんが作ったのか？もう何年前かしら。最初は PC で発売されてあまり売れなかったのだけど、話題にはなったの。そうしたら数年後に移植されて、やっぱり売れなかったのだけど、追加シナリオ含めて高い評価を受けていたわね。すげえ面白かった。ローマ時代に初めて興味出たよ。そう言ってもらえると私も嬉しい。それはクリアしたの？いや、ボリュームがすごくて、とりあえずヒロイン二人だけ越した。どうしてパンピーってゲームをクリアしたことを越したって表現するのかしらね。さあ、言われてみればなんとなくわかる。フン転がしがフンを転がすような一種の習性なのかしら。おい、そこはかとないパンピー差別やめろ。差別だなんて。北条くんがゲームを楽しんでくれて喜んでいるわよ。とにかく今の時点では最高に楽しい。
ネタバレはしねえけど、歴史ロマン超最高だ。君らもやりなさい。全く興味がない。美少女ゲームだけならまだしも、歴史でしょ、ハードル高いよ。俺も最初はそう思ってたんだって。どうしたの黒田さん、エヴァの偉い人みたいな笑い方して。いいえ、いい傾向だなと。気にしないで。ん？よし。今朝は元気だね。熟睡？いや、徹夜。爽やかな徹夜だな。今昼夜逆転しちゃったから。うわー、終わりの始まりって感じ。よって昼くらいから眠くなる予定だ。文太が壊れていく。夜中が一番はかどるんだよ。素敵よ北条くん、クリエイターなら夜にこそ輝かないと。魅力感じるポイントおかしい。でも実際優れたクリエイターはみんな夜型なのよ。溢れる情熱があるから退社しないで会社に泊まるのね。ずっと仕事してるの？さすがに長時間労働だから、お菓子を食べたりアニメの話などをしながらのんびりと作業してるわね。それ情熱違う、だらけ。そんなはずはないわ。そんなはずは。ゲーム作る人たちって時間管理しっかりしてないんだろうなってのは一般のイメージだけど、その通りだったんだね。だからかっこ悪いって思われるんだよ。でも夜中の方がみんないいものを作るのよ。ちょっとわかる。昼間ってなんか仕事する気にならないんだよな。エネルギーの無駄遣いしなければもっといいもの作れるかもしれないのに。それができないから凡人なのかもね。で、北条くん、いろいろゲームを遊んでみて見えてくるものはあった？全部遊んだわけじゃないけど、あったよ。シナリオの書き方についてはなんとなくレベルだけどつかめたと思う。そう、よかった。ただシナリオの書き方は分かっても、シナリオを思いつけるかどうかは別だぜ。それって同じことじゃないの？どう違うの？だからシナリオ自体とシナリオそのものの違いがあるじゃん。ん？ん？だからシナリオの書き方が分かったらシナリオを書けるんじゃない？いや、書き方は分かるんだよ。ただどうまとめていいかわからないというか。書き方がわかるって全部わかることじゃないの？いや、それは違うな。私もわからんかった。それはテキストとプロットと言い換えた方がわかりやすいんじゃない？ああ、テキストとプロットか。つまり文太はテキストは書けそうでもプロットは思いつきそうにないってことを言ってるんだね。だな。絶対とは言わないけど。最初は誰でもそういう気持ちになるんでしょうね。でも全力で取り組んでみなければ自分の力量なんてわからないんじゃない？まあそりゃそうだろうけど、黒田さんは俺が失敗するとは思ってないんだろ？もちろん完成させることを前提に動いているわ。そろそろ先生来る。そうね、続きは部室でしましょう。ああ、結論から言えば、企画はこちらで用意しようと思っているの。どんな企画？まだ秘密。けど北条くんの適性を考慮して決めることになると思う。ゲーム企画ってライターが考えるんじゃないのかな？
ケースバイケースよ。ライターが企画者を兼ねることは多いけれど、企画だけはプロデューサーが出すというのもよくある話。今回だと黒田さんがプロデューサー兼企画者なわけだ。ええ、北条くんがどうしてもやりたいというアイディアがあるなら再考も辞さないけど、そのあたりはどう？今のところ企画までは思いつかないよ。あれ？俺もしかして才能ない？ほとんど未経験に近いのだから気にすることはないわ。北条くんはまだ萌えも理解していないでしょうし、ツボを抑えた企画をまとめるのは難しいでしょうね。だから企画だけは私が用意しようというわけ。なるほどね。でもあれ、何か疑問点でも？ゲームを作ったとして、そのゲームはどうするんだろうって。今さらなことを。そういえば聞いてなかったね、そこ。それはメンバーが揃ってから話そうと思ってるの。そっか、じゃあ仕方ないね。でもそうね、これから少し遠出に付き合ってもらえる？